小金井市域のランドサット衛星写真武蔵小金井駅周辺小金井市は東京都の多摩地域東部に位置する市。市のほぼ中央に位置する武蔵小金井駅を中心に東西に JR 中央線と連絡通り五日市街道が南北に小金井街道、新小金井街道が走る。市内のほとんどが住宅地であり、企業が少ないベッドタウン型の市である。 北に桜の名所として知られる小金井公園、南はハケを中心に自然林があり、さらに都立武蔵野公園、都立野川公園、玉霊園にも面するなど市内には緑が多く存在している。JR 中央線武蔵小金井駅前踏切は1時間のうち59分間閉まっていたこともあり、開かずの踏切と呼ばれていたが、2003から2009年の 間に実施された高架化工事で解消された。人口密度は1万人平方キロメートルを超える。東京都のほぼ中央に位置し、中央本線が東西に横断している。市の南部を東西に走る国分寺崖線の崖を地元では古くからハケと呼んでいたが、そのハケと呼ばれる玉川の貸し断球の各所に遊水が見られる。断球の北側は、 古来水の瓶が悪く、本格的に開発が始まったのは、多摩川浄水の開作以降である。現在の地域にあたる区域は、武蔵区に多摩郡内の一部として属した。小金井の由来について、複数の説がある。一つは、市の、ハケ南側を、金茨と呼んでいたものを、小金井原と呼んだというもの。もう一つは、ハケに沿って黄金に値する豊富な湧水があるのを、 黄本のいや、小金井と称したというものである。2005年に、夜間人口は11万1033人であるが、市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は9万5195人で昼は、夜の0.857倍の人口になる。夜間に比べて昼の人口は1万6000人ほど減ることになる。 通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者37,274人、市外から市内へ入る通勤者は15,085人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、しかし学生では、市外から市内へ入る、通学生は13,016人で市内から市外に出る、通学生6,665人と学生は昼は、市内へ流入する人数の方が多い。 東京都編集東京都の昼間人口2005平成20年発行152から153ページ国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる上のグラフには年齢不詳の者を含め昼夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる小金井市では全域で 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。小金井市役所管内地下水保全。小金井市の地下水及び有水を保全する条例と、小金井市山水浸透施設等設置助成金、交付要項を定めている。東京の名有水となっている有水を守る。二枚橋衛生組合有料化、減量化二千五年八月一日から、家庭ごみの回収が有料化。また、 同年7月から順次ゴミ収集所が廃止され、原則として、格好別に回収となる。ゴミ袋は40リットル入りゴミ袋10枚で800円。実施当初と変わって、2012年現在では、周辺自治体やゴミ引き受け先自治体でも、同程度の価格の指定ゴミ袋を販売している自治体が多い。生ゴミの堆肥化、肥料化を推進、生ゴミ処理機の購入に対する、 補助金を積極的に継続して実施。対比加速信材の無料配布も実施。また保育園、小中学校の給食等で出る生ゴミを生ゴミ処理機で回収し、肥料化した上で市内の農家に配布する試みもなされている。夏休みなどの長期休暇中は一般家庭から小学校への生ゴミ持参による回収も行われている。珍しいケースとしては2010年より、 乾燥生ゴミ処理済みのゴミを資源ゴミとして希望者へ専用容器を事前に配布し個別回収を実施している。最終処分場には日の出町にあるにつつか廃棄物広域処分場を利用。処分場の設置者は東京多摩広域資源循環組合で多摩地域の多くの自治体が加盟。旧二枚橋清掃工場の閉鎖以前は二枚橋衛生組合に参加し、 その施設でゴミを処理していた。組合は小金井市、府中市、調布市で構成され、三市の境界にある2枚橋清掃工場を運営していた。しかし、施設の老朽化が著しく進んだことから建て替えが検討されたが、小金井市民の反対運動が起こるなど実現が不可能なことが判明。2007年3月31日に、 すべての焼却炉が停止された。2010年3月に、組合が解散された。府中市、調布市は停止計画に沿って事前に対応策を策定し、それぞれ別途多市と構成し直したが、小金井市の対応策は一向に進むことがなく、小金井ゴミ問題が浮上してくる。市内ゴミ焼却場建設反対運動と2枚橋 清掃工場跡地へのゴミ焼却場建設計画。かつて、武蔵小金井駅そばの蛇の目未ン工業、小金井工場跡地を新清掃工場の有力候補地としていたが、小金井市民の反対運動により断念し、二枚橋、清掃工場跡地にゴミ処理施設を建設することを決めた。しかし、二枚橋清掃工場跡地は、調布市と府中市の市内であり、 そもそも私有地管理の漁師の同意を得ずに決定した計画であるため、調布市は拒否している。そのため、予定表を作成できず2006年10月1日、無期限でゴミ非常事態宣言を出した。緊急措置2枚橋衛生組合解散後はゴミ、焼却施設組合に参加していなかったため、他市の行為を受けていた。焼却露停止後は暫定処置として、 隣接の国分寺市と協定を結んだ。内容は2枚橋清掃工場停止後、新ゴミ処理施設の計画を策定することを前提に、国分寺市が運営するゴミ処理場で、焼却処分を受け入れてもらえることとなった。ただし、全体の3割分のみの受け入れであり、残り7割は、たくさんのた組合に処理を依頼していた。2010年度は、稲城市、狛江市、府中市、 国立市で構成される多摩川衛生組合に7500トン、日野市に2400トン、秋島市に2000トン、八王子市に1500トンを、それぞれ処理してもらっていた。また、西東京市、東久留米市、清瀬市共同運営の流泉園組合の清掃工場にも受け入れを交渉したが、東久留米市議会は小金井市の計画の甘さを指摘して、受け入れに難色を示す。 意見書を発表した。市長発言と回収不能の恐れ2011年4月に、稲葉市長による上記の措置に対して、周辺自治体へのゴミ委託処理費用の増額分を、無駄遣いと選挙戦で攻撃していた佐藤和夫が、新市長に当選。しかし選挙戦でのこの発言が返って、小金井市のゴミを受け入れていた、周辺自治体の反発を招いてしまう。 市長選挙前に玉川衛生組合が受け入れを決めていた平成23年度の搬出枠8000トンを超える約5500トンのゴミについて新たな搬出受け入れ先が決まらず回収不能の恐れが生じる事態となった佐藤市長は6月の市議会で発言について不適切であったと陳謝したほか周辺自治体にお詫びアンギャをしていたが2011年11月1日 事態打開のためとして、辞意を表明。佐藤市長は、同月12日に辞職。同年12月18日の市長選挙で改めてこの問題が争点となり、名指しこそしないものの他候補を通列に批判し合う、ネガティブキャンペーンも含めた一週間の熾烈な選挙戦を経て、二枚場消商客場建設を基本的に維持する考えを示した、稲葉元市長が帰り先当選。 再び市長に就任。選挙期間中近隣旧市二町の市長が稲葉を応援するために訪れ、稲葉氏は友人である。友人の頼みならば受け入れる。稲葉氏が市長を務めなければ、ゴミ問題は解決しないという応援演説を行い、緊密な結びつきをアピールしていた。全国市に取り上げられるほど有名になったゴミ問題であるが、 有権者の選挙に対する関心は低く投票率は43.27%と4月選挙を下回った。2012年4月、小金井市は2枚橋焼却場跡地でのゴミ共同処理を断念したことを国分寺市に通知した。2012年2月に調布市が2枚橋焼却場跡地の自己所有分を不燃物ゴミ分別処理施設等に利用することを決定。 小金井市長に伝えていた。これは、同地での処理場建設が事実上困難となることが確定的になったためと見られている。これに対し小金井市は処理場建設地の再検討はしない意向を示し、他の自治体の一部事務組合への加入を模索することとなる。平成26年度時点では、小金井市は、府中市、稲城市、狛江市、 国立市で構成される玉川衛生組合、大梅市、福佐市、羽村市、水保町で構成される西玉衛生組合、国分寺市、秋島市などに可燃ごみ処理を依頼していた。三市による広域処理へ2015年7月1日、小金井市、日野市、国分寺市間で平成31年度をめどに日野市石田一目に可燃ゴミ処理施設を建設、稼働し、 運営することを目的とした一部事務組合、浅川清流環境組合を設立した。2020年4月1日、浅川清流環境組合により、日野市石田一丁目に建設が進められてきた、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設が本格稼働を開始。東京学芸大学公立学校の児童生徒の学力は比較的レベルが高いとされている。 毎年実施されている小中学校における東京都学力テストでは中学校が第1回において1位になったほか、概ね上位につけている。付属校、併設校は上位の学校の校に記す。ここバス、江戸東京建物園分室等本館は閉館しており、機能を本庁文館に移転している。他に多数の会館がある。 小金一総合体育館特筆しない限り、出身者を表す。2015年12月、次の12人と1グループに移植した。2018年1月、次の8人に移植した。ありがとうございます。